ジョセフ・ベル・ジョセフ・ベルは、イギリスの機関士。客船タイタニック号の機関士長だった人物。銅船の沈没事故の際、部下の機関士たちと共に最後まで船に電気を供給し続け死亡した。1861年3月21日に、イングランド・カウンブリア・シティオブ、カーライル・ヌ・ファーラムに、農場主・ジョン・ベルとその妻マーガレットの長男として、生まれる。 1870年代、母マーガレットが死去すると、父ジョンは家族を連れて、カーライル・スタンウィックへ移住した。同地で初等教育を受けた後、カーライルを出て、ニューカッスルに行き、機関車製造会社、ロバート・スチーブンソンカンパニーで、エンジン取付組立ミ見習いとして働いた。1885年にホワイトスターラインに入社し、ニュージーランドからニューヨークの航路で勤務。 1893年にモードベイツと結婚。彼女との間に4人の子供を設けた。1891年にコプティック号の機関市長となり、1911年にはオリンピック号の機関市長となった。その後、オリンピック号からタイタニック号へ移動となった。4月10日から諸女公会に出たタイタニック号で機関市長を務めた。 4月14日午後11時40分にタイタニック号が氷山に衝突した際にもベルは機関室にいたが衝突には気づかないままブリッジから全速行進を命じる信号を受けたベルはすぐに中央タービンを停止させレシプロエンジンを逆転させたその直後ブリッジの操作で防水扉が自動的に閉まり不安になった 機関士たちは何が起こったのかと顔を見合わせていたという。沈没直前に、ベルは部下の機関士たちに脱出を許可しているが、船が明かりと無線の電力を失わないように途絶一人として、退避しようとはせず最後まで持ち場に止まった。そのため、ベル以下機関士たちは、全員が命を落とした。ベルたち機関員の勇敢な行動に感銘を受けた、ジョージ5世は、 英国王室のロイヤルカラーである紫を機関員に許可した。これ以降は機関員の検証の色に紫が使われるようになった。ありがとうございます。